皆さんこんにちは、むちゃと申します。あの怪物がついに引退っていうことでね、ヒヤバ界に衝撃が走っております。フォイアベルク、募集額は1億2000万円。実はこの馬はですね、現役時代の実績以上に競馬ファンなら誰もが知ってるね、怪物なんですよね。というのもデビューする前の前評判がすごすぎた。どれだけね半端なかったかと言いますと、もうこれがね全てを物語っております。フォイアベルクとググッで見ると予測でね出てくるこの別の生き物とか凱旋門、怪物っていうね文字、これがデビューから引退するまでずっとね残り続けてるくらい、この3つの言葉っていうのはですね、勝手にこうネット上で生まれた言葉っていうわけではなくて、実際にデビュー前はねこの3つっていうのがかなり近い関係者の方から出てたんですよね。ご覧ください、ウィキペディアのね本場のエピソード欄見ていただければ、ノーザンファームの吉田克美さんが、あれはモンスターすごいですよと、そしてノーザンファーム早北の林旧社長さんがですね、別の生き物、これは馬じゃないボクサー犬だと、そして池江康俊調教師も、日本の参加はもちろん凱旋門賞まで意識している馬ですと。いやーこれ言われちゃったらね、もう競馬ファンの中ではもうね、もうデビュー前から本場で POG は決まったなというぐらいの人気でしたよね。私は POG をやってなかったですけれども、それでも本場の名前はがっつりと聞こえてきましたからね。まあもうそもそもね、血統背景自体がすごかったですからね。その募集金額1億2000万円っていうのは、父はもちろんディープインパクトですし、お母さんはナイトマジックといったね、ドイツのオークスバー、他にも G1、勝利がある、もう超名品の初子、当然のようにノーザン聖夜さん、育成馬になりますから、もうこのね、漆黒に輝く馬体からしてもね、まあ確かに、フォイアーベルクの名の通り、日本競馬で花火を打ち上げるんじゃないかっていう期待もね、先ほどのコメントと噛み合って、盛り上がっていたところでした。有名なね、グリグリくんさんのブログでも取り上げられたりしてましたんで、もう本当にね、始めたばかりの人でも聞くくらいね、デビュー前の段階ではもう日本で一番有名な2歳馬っていう感じだったでしょうね。ただまあね、やっぱり競馬に絶対はないんだなっていうのを本場からは改めてちょっと感じたところは正直ありましたよね。その凱旋門賞や怪物というスタッフの方のね、もうそれこそ相馬感が凄まじい、結果も上げ続けている関係者の方々の感触があってもですね、デビュー戦13着、その後9着、7着と、なかなか勝ちきれずと、もうそもそもそのデビューの前段階の調教から、がっつり調教いいっていうわけではなかったっていうのはね、この3番人気っていうところから見てもわかると思います。まあ、リオンディーズと同じね、デビュー戦っていうこともありましたんで、メンバーレベルも高かったっていうところはあったと思うんですけれども、まあ結局ね、なかなかその後、凱旋門賞に挑戦するところまではやっぱりね、なかなか難しかったっていうところは正直ありましたね。まあただその怪物っていう感触はね、障害で花開いたところはあったのかなっていう印象で、障害デビュー戦こそね3着でしたけれども、そこから3連勝、重賞もね勝ったりしていますからね。まあ何かしらのね、この長距離戦であったりトリッキーなコースにおける必要な要素の部分では確かに怪物ではあったのかなと思いますよね。もう JRA でこれだけ勝つっていうだけでもね、まあある意味全体で見れば怪物級じゃないとできないことですから。まあ、ただ確かにね、そのデビュー前のあれだけの熱いね、コメントを聞いていた競馬ファンの印象がね、どうしてもこう、長く残っていたところはあって、まあだからこそこうやって今もね、この候補が出てくるっていう状況ではあるんでしょうね。まあいろんなことはありましたけれどもね、もういろんな意味で競馬ファンに愛されたトップ級の馬であったっていうことは間違いありませんし、まあ大きな怪我とかではなくね、無事にというか引退乗馬っていう道がもう現時点でしっかりと発表されているわけですから、まあ本当にね、お疲れ様でしたと言いたいですね。もうその現役馬としての夢は全兄弟、弟にあたるグレートマジシャンにね、託そうというところではないでしょうか。もうそれこそ本場はね、もう凱旋門賞も将来的には目指せるのではっていうポテンシャルはね、秘めてるかもしれない重賞 G1 での実績がありますからね。今は休養中ではありますけれども、しっかりとね、直して無事にターフに帰って
ってくる姿っていうのをきっと怪物フォイヤーベルクも祈っているはずです。まあ、最後にあえてね、あそこまでこう前評判が良かったところとその実績がね、もちろん素晴らしかったですけど、ちょっとその予想していた結果とはまた違うことになってたのは、まあ、やっぱ決闘の力もね大きくあったのかなとは思いましたよね。完全に結果論ですけれども、やっぱそのお母さんの父にサドラーがいたりモンスーンとかね、やっぱこうがっつりと重めスタミナ路線で結果を出している馬っていうのが揃ってたのかなっていう感じはありますし、まあ、だからこそお母さんはドイツのオークス馬なんでしょうしね、まあ、もちろん馬に一頭一頭よりますけれども、まあ、やっぱ実際に競馬場でレースになって走ってみるとその血筋が重いとか軽いのかっていうのは、まあ、大きく最終的には影響してくるのは、まあ、改めて間違いないんだろうなっていうのを学んだ気がします。まあ、本場とのね思い出深い POG での思い出や馬券で応援し続けたファンの方もいるでしょうから、ぜひともね本場との思い出っていうのをね聞かせてもらえたら嬉しいです。まあ、他にもねやっぱ前評判となかなかその通りとは結果がいかなかった馬っていうのはやっぱこれまでもねどうしてもねいましたけれども、まあ最終的には募集額1億2000万円っていうね金額も超える1億3800万円というね超高額をね稼いだ本場っていうのは、ある意味では間違いなく期待に応えてくれた偉大な馬の一頭だったのではないでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。